ダビド・イスマイル・コンセプチオン・ベニテスは、ベネズエラのアラグア州出身の元プロ野球選手、ウトを右ミギウチ。1967年にシンシナティレッツに入団した。投手として入団したがすぐに、内野手に転校。1970年4月6日にメジャーデビューを果たす。1973年にはレギュラーに定着し、オールスターゲームに初選出されるが、 その二日前に発症した肘の故障で出場できず、そればかりかシーズン後半戦。1974年は160試合に出場して、打率、281、14本類打、82打点、41盗塁と活躍。初のゴールドグラブ賞に選ばれ、この年からの4年連続を含めて、以後通算5回同賞を受賞した。 ジョー・モーガンと共に二遊間コンビの受賞4年連続で達成したのは史上2人組目で歴代最長体記録である。1975年、1976年にはチームの2年連続ワールドシリーズ制覇に貢献。この頃のレッツはビッグレッドマシンと呼ばれたメジャー史上に残る最強チームの一つで、保守ジョニー・ベンチ、一類種、トニー・ペレス、二類種、ジョー・モーガン、 三類種、ピートローズ、左翼種、ジョージ・フォスター、中堅種、シーザー・ジェロにも、右翼主権、クリフィー・シニアラと共にその一員として、打球団に脅威を与えた。1982年7月13日、初めてアメリカ国外で開催された、オールスターゲームで日本塁打を打ち、MVP に選ばれた。1986年シーズン後半には、 長年務めたショートの定位置をバリーラーキンと配置転換されたが、代打や内野すべてを守る貴重な控え要因として活躍。ただし、遊劇手としての2222 22試合出場のナリーグ記録には44試合及ばなかった。1988年限りで現役引退、現役はすべてレッツで全うしたフランチャイズプレイヤーだった。なお、 その年の6月3日には大敗している試合で、投手として登板、1回1、3イニングを投げ、2安打を許したが失点はなく、三振を一つ奪った。2006年3月の第1回 WBC で、ベネズエラ代表のコーチを務めた。コンセプシオンの背番号、13、シ,ンシナキレッツの永久欠番に2007年指定、2007年8月25日、 現役時代の背番号13が永久欠番に指定された。その際、13番は不吉な番号なんかではない。ラッキーナンバーだ。と述べた MLB の全球団の永久欠番で13はコンセプシオンが現在のところ唯一である。ありがとうございます。